谷敦のファイナンシャルアドバイス。このコーナーは、関西の中小企業とともに歩み悩み笑い、中小企業を熱くするファイナンシャルアドバイザー谷敦が、難しい財務にキラリひらめくヒントをお伝えします。さて谷さん、ローマ健康ブームやね。あ、はい、やっぱ塩とオリーブ油が、うん、ね、もうびっくりしましたね今日もね、うん、しかも塩を言うたら昔ほんま安いイメージあったじゃないですか。でもまあ持ってきていただいた塩は、まあ、遠くから運んでる、うん、塩結構まあ高級品、赤の塩ですよね。しかもオリーブオイルも超高級品ですよね、はい、やっぱりこれだけ健康に気を使う時代なんですよね、はい、ということはそれだけやはり体壊してる人も多いっていう、これ逆のこと。そうですよね、うん、なのでやっぱり心配ですよね、うんうん、みんなやっぱこうずっとこのまま健康でいけるのかなとかこう心配してますよね。そうですね。よくね、私どもの事務所でも、うん、まあ、生命保険扱ってる関係上ね、はい、体壊したんだけど慌てて保険入れてくれって、この問い合わせも毎日あるんですね。あ、残念ながら体壊してると入れないんじゃないかとお客さんよく思われてるんですけども、ある2つの病気以外は、はい、悪いところがあっても、はい、まあ、健康に気を使っていただいてて、はい、ご入院を、うん、ドクターから指示されていなかったら入れるっていう保険がね、へ、結構昨今出ています。あ、そうなんですか。これ非常に良質の保険、昔は保険料すっごい高かった、うん、誰でも入れる保険だったんですけれどもね、はい、誰でも入れるけど何でも給付を下りないっていう、こんなややこしいものがあったんですけど、最近はね、はい、今何々病と何々病以外は入れると、告知3つぐらいで入れる。ですから皆様、健康を少し壊されている方でも、はい、ぜひプロに相談していただきましたら、医療緩和型っていうことで、はい、ご病気になっていらっしゃっても入院保険を手にすることができる時代になりましたというアドバイスです。はい、谷敦のジャストフォーユーご案内は谷敦と僕バンディがお届けしました。それでは今日も一日あなたにジャストフォーユー。